さて、続いてはマイリースポーツからの記事です。トーマ・カズサ日本公演ついに決定。今年10月のジェバンニ国際ピアノコンクールで日本人最高位の4位に輝いた現在ウィーン在住のピアニストトーマ・カズサさんが、早ければ年明け早々にも日本での凱旋公演を行う可能性のあることが関係者の話で明らかになりました。カズサさんは1990年にやはり世界的なピアニストであるトーマ・ヨーコさんの長女として生まれ、日本で生まれ育ちました。そして豊城大学附属学園の音楽科を卒業とともに、母ヨーコさんが住んでいたウィーンへと渡り、本格的にピアニストとして活動を始めました。その後みるみるうちに頭角を現していき、2年前にはトラスティ国際コンクールで2位入賞。その世界で通用する実力とトーマ・ヨーコの娘という話題性、さらにはモデルと見まがうばかりの美貌でたちまち日本中の注目を集めることに。そして今年とうとう世界三大ピアノコンクールと名高いジェバンニ国際で、かつて母親が獲得したのと同じ4位入賞を果たし、一気にブレイクしました。なおこの4位という順位なんですが、実は審査員の間でもかなり評価が分かれ、1位を押していた審査員が辞任してしまうという騒動も。本当ならメダル、もしくは優勝もあったのではという声も聞かれるほどの名演奏だったとのことです。そんな快挙に対し、カズサさんの受賞以来、日本のファンからは来日公演を望む声が日増しに高まる一方でした。今までは演奏活動もヨーロッパのみに絞り、日本のファンの前に姿を現すことは一度もなかったカズサさん。しかしこの度、所属事務所であるトーマ・ヨーコオフィスが日本の方々の強い要望に応えるため、初の来日公演を計画しているとの情報があるそうです。時期は早ければ年明け早々、現在スケジュールを調整中とのことです。クラシックファンだけでなく、普段音楽に縁がない幅広い層のファンを獲得しているカズサさん。一刻も早い朗報が望まれて、北原、昨日頼んだ世論調査の集計まとめたものをサーバーにアップしてあります。各世代別の集計結果にコメントもつけました。昨夜メールしておいたはずですが。これ外注から上がってきた原稿、構成頼む。8時までに。わかりました。4時から打ち合わせなんで、戻ってきてから超特急で。ねえねえ北原くん、次回のタウン情報のコーナーなんだけどさ、実は末継部長を取り上げようかと思ってるのよね。うちの近辺って北条大以外には結構何もないですよ。まあそれでも候補は絞り込んでおきますが。悪い、これ1ページにまとめといて。やり方はいつも通り。 うわまずい、約束まであと2時間もない。寒ぶりのうまい季節ですもんね。やだな、そんなんじゃないって。あの先生はマメに催促しないと全然書いてくれなくて。というわけで今日は直帰です。これを1ページってどんだけ削ればいいんだよ。あとさ、来たからちょっといい？この企画書なんだけど、後でレビューしてくんないかな。戻ってきてからなら大丈夫ですけど。それより俺でいいんですか、松岡さん。頼むよ、まともな意見くれるのお前くらいでさ。浜田さんはダメなところしか言わないし、鈴木さんは適当なことばっか言うし。だってさ、まっちゃんの企画書って企画書になってないっていうか。まず資料の書き方からしてなっちゃいないからな。相手に何を伝えたいのかが全然見えてこない。それって誰も育ててくれなかったからですよ。俺も北原みたいにマリさんの下についてたら今頃入院してるに10万円、
お前の勤務態度で風岡の部下なんかやっていけるか。ほんと仕事抱えててもすぐ帰りやがってなあ。みんなひどいだろ。頼りになるのは北原だけなんだよ。伝説の仕事魔人の直系に連なる。いや、いくらなんでもあの息は遠すぎますって。私なら耐えられないけどな。後輩に手取り足取り指導してもらうなんて。まあ言ってやるな。このプライドのなさも松岡の強みっちゃ強みだからな。それに、それにお前もそろそろそんな余裕かましてられなくなるぞ。俺から見たら鈴木も北原といい勝負だ。うえー、俺そろそろ会議に行かないと。6時には戻ってきますんで。アンサンブルの編集長の代理だったっけ。ええ、雑誌広告の契約の件だそうで。だからどうしても正社員の同席が必要だって。あそこ編集長以外全部編プロだもんね。この前専任の部下が欲しいってブツブツ言ってた。あまりいい顔すんなよ北原。お前が嫌だったら俺が言って断ってきても。問題ないですから。1年目で異動なんてこっちもごめんですから。それじゃあ行ってきます。ちゃんと帰ってきてくれよ。俺今日は帰らずに待ってるから。8時までは。遅くなりまして申し訳ありません。私、海洋社アンサンブル編集部の北原と申し。はじめまして。ナイツレコード広報担当の小木曽と申します。今後ともよろしくお願いいたします。やべ、あと5分。ただいま。ちょっと遅いよ、時間ギリギリ。
わ、悪い。ほら、ちょうど今土曜になっちゃった。悪い。先週は春樹くんが土日出勤だったから、危うくルール違反だったんだよ。誓う。必ず一週間に一度は会うって。ついさっき会ったじゃん。うちの会議室でさ。あれはナイツレコードの小木曽であって、春樹くんの刹那ではありません。春樹くん、だんだん1週間ルールに対していい加減になってきてるよ。先月だって2度も破りそうになるし。いや、だからそれは。やっぱり付き合いが長くなるにつれて私のこと飽きてきちゃったのかな。だとしたら私もう立ち直れないかも。そんなわけないなんて言い切れる？私のことまだ好きだって。言い切れるに決まってるだろう。任そうとする。ハルキ君、暑いよ。駅からずっと走ってきたから。約束守るため？それもあるけど。一秒でも早く刹那とこうしたかったから。晩ご飯。せつの。だってご飯は今食べないと冷めちゃうんだよ。それは。けど私はいつ食べても熱いままなんだよ。確かにそうだけ。え？
パ？うん。もともとは木崎さんって先輩が立てた企画で、当然本人が行くはずだったんだけど、その週に急に結納が決まったんだとか。へえ、結婚するんだその先輩。よかったね。本人は良かったかもしれないけど、だからって一年目の新人に海外出張を押し付けるかな、普通。本当、期待の新人なんだね、春樹君。私なんか関東から出してもらったことないよ。そりゃ仕事の内容が違うから。でも上の人たちは日本中を飛び回ってる。私はまだそこまで信頼されてないってこと。だからそれが普通なんだって。でもヨーロッパか。ふん、ヨーロッパね。なんだよ。ううん、なんでもない。うん。遠いよね、ヨーロッパ。学生の頃だったら行きたくても行けなかったよね。そりゃ、まあ。でも今なら行ける。お金も行動力もあの頃とは段違いだもんね。だからどこへでも飛んでいける。あのさ、刹那が何を心配してるのか知らないけどさ。別に心配なんかしてないよ。飛行機が落ちたらとか、テロが起きたらなんて、いちいち心配してたらキリがないもんね。ヨーロッパにいくつの国があると思ってんだ？どれだけ広いと思ってんだ？会話が噛み合ってないよ、春樹くん。訪問先はスペインとイタリアとフランスだけ。それ以外の国には一歩も足を踏み入れたりしない。約束する。だからさ。そんなこと何も気にしてないよ。ただ無事に帰ってきてくれたらそれでいい。ありがとう。お土産期待してるね。もちろん。リクエストがあったら何でも言ってくれ。ねえ、家族の分もお願いしていい？お母さんバッグとか欲しがると思うんだ。あと高博もちゃんとお選別を渡すから。善処します。それで出発はいつなの？12月17日。戻ってくるのは？はるきくん？12月24日。何時の飛行機？に向こうを立つ予定だから、成田着は25日の夜。痛いって刹那。クリスマスイブは？一週間ルールは？ごめん。その、今ならまだキャンセル料発生しないし。なんとかならないの？ギリギリ24日中に帰ってくることは？それが
24日の午前中までパリで仕事で。どうしてもダメってこと？本当にごめん。セツナ。もう知らない。あ、セツナ、おい。セツナちゃん。お土産買ってくるから。欲しいもの何でも言っていいから。ビでもチでもプラでもエメスでも。そんなのいらない。せつな。ハルキ君、私のこと全然分かってない。そんな高いお土産もらったくらいで許しちゃうほど安い女じゃないんだもん。そんなこと分かってるって。なあせつな、こっち向いて。いやらしい手つきで触らないで。そういうことされるとつい嬉しくて、いつの間にかごまかされちゃうんだもん。あ、悪い。ごめん。毎日電話するから。帰ったらすぐに会いに行くから。会社休み取ってゆっくり過ごそう。そうだ、帰ってきたら旅行に行かないか。せつなの行きたいところどこにだって付き合うからさ。旅行。そう、旅行。スキーでもいいし、テーマパークで遊び倒しても、温泉で年末年始ゆっくり過ごすのもいいな。せつな、のんびりする方が好きだもんな。旅行か。明日計画立てないか？年末年始のさ。一緒に旅行代理店行こう。安くしてくれる知り合いがいるんだよ。前の上司の親友でさ、今度の出張でも。行きたいところどこでもいいの？もちろん北海道でも九州でも、なんなら足を伸ばして香港とかグアムとか。フランス。え？12月24日クリスマスミサ一緒に行きたい。ストラスブールの大聖堂の。え？フランスだと？はい。それでその、ぜひ刹那さんと同行したく、お父さんのお許しをいただきに上がった次第で。なんでそんな変に固い言い方になっちゃうの？ハルキ君、いつもと全然違うよ。海外旅行？しかも結婚前の娘と二人きりで。すいません。なあなあ、せっかくのフランス旅行なのに、なんでそんなわけわかんない田舎行くんだよ。そうよ、ストなんとかなんて聞いたことないわよ。フランスならパリでしょ、普通。お買い物だって絶対そっちの方が。もう、わかってないんだから、二人とも。
世界遺産なんだよ。まるで中世そのままの街並みなんだから。京都だって平安時代そのままの街並みだよ。そうよ、海外の観光客に京都は大人気でしょ。それと同じことじゃない。でもね、お土産に民芸品とかいらないのよね。そうそう、変なキルトとか買ってこられても置き場に困るっていうか。お前たちちょっと静かにしてなさい。私は北原くんと話をしてるんだ。すいません。それで聞かせてもらおうか。どういうつもりでそんな旅行を計画したのかを。仕事の都合でクリスマスの最中はヨーロッパにいることになったので、刹那さんと本場のクリスマスを過ごしたいと。一度行ってみたかったの、本場のクリスマスミサ。でも観光地なんでしょ。よく今から予約が取れたわね。うん、本来なら数ヶ月前から満室なんだけど、ちょうどうまい具合にキャンセルが入ってて。非常識だとは思わなかったのかね。仕事の出張にガールフレンドを同行させるなんて、そんな公私混同。合流するのは向こうでの仕事が終わった後です。それに昨日上司に話して許可をもらいました。一応会社の方には筋を通したつもりです。しかし海外なんて、もしも刹那に万が一のことがあったら。同行している間は刹那さんの安全は保証します。とりあえず自分の力の及ぶ範囲では必ず。どうせ新婚旅行で行くんじゃん、今さらそんな心配するのってただの言いがかりだよな。高博ともかく、君はまだ刹那と将来の約束をしたわけでもないだろう。それなのに二人きりで旅行なんて。それも今さらじゃん。だって姉ちゃん週末はいっつも外泊してるし。あ、それでも北原さんと一緒にいるって言ったら何のお咎めもないんだからさ。なら今回の旅行だって北原さんと一緒だったらオッケーって理屈だよね。お前は黙っていろ。高博君、それくらいに。春樹君ね、スペインとイタリア回ってから最後にパリなんだって。あら、そうなの。何よ、それ早く言いなさいよ。パリに行かないものだと思っちゃってたじゃない。お、イタリアにも行くんだ。俺すっげー欲しい靴があるんだよ。イタリアのマイナーなメーカーのでさ。いや、だからお前たち、北原くんは仕事で行くんだから、そんな公私混同は。いいですよ、何でも言ってください。量が多かったら送りますから。私はまだ認めたわけじゃないんだぞ。すいません。よかったね。お父さんの許可も無事もらえて。あれを無事と言うんだろうか。お父さん気の毒に。別に気にすることないよ。お土産にブランデーの一本でもあればきっと機嫌も取り戻すから。そういう問題なのかな。
そういう問題だよ。私は無事帰ってくる。たくさん思い出作ってくる。いいことずくめなのに怒る理由はないんだもん。でもさ、俺どうしてもお父さんの方に感情移入してしまうというか、理屈は正しいのに言い負けるのは納得いかないというか。大丈夫、安心して、ハルキくん。私今からまたお父さんとゆっくり話すから。そして今度は理屈で分かってもらうよ。せつな、だって私、ううん、みんなお父さんのこと嫌いじゃないし、むしろ大好きだし。あ、絶対にちゃんと分かってもらうから。だから安心して、ハルキくん。うん。何？やっぱり少し似てるよね、お父さんと春樹くん。え、どこが？真面目で厳格で融通が効かなくって。あ、けれどとっても優しくて、私のこと一生懸命大事にしてくれる。俺はそんな、あの人の息になんか全然。私ね、春樹くんにほんの少しだけお父さんを重ねて見てたのかも。だから私があなたを好きになるのは必然だったのかもしれないね。だって私お母さんの娘なんだもん。それでもね、春樹くんはやっぱりお父さんとはいろいろと違うところも多くって、だから春樹くんは春樹くんなんだなって。例えばどんなとこが？ね、想像したよりもずっとエッチだったこと。お父さんだって本当はそうかもしれないじゃないか。そうだね、今度お母さんに聞いてみないと。いや、自分で言っておいてなんだけど、それはやめておいた方が。でもね、そんなエッチな春樹くんこそが、こんなにエッチな私にはちょうどよかった。せつな。1週間以内に。おやすみ。うん。それじゃあ、週明けから初の海外出張へと旅立つ北原春樹くんの健康と無事と仕事の失敗を祈って。おい、生意気なんだよ、1年目で海外出張なんて。乾杯。乾杯。ねえ、春樹くん何頼む？私、冷ややっこと揚げ豆腐と豆腐サラダと。冷ややっこと揚げ餅とシーザーサラダにしないか。あ、ホッケと串盛り合わせと牛肉コロッケよろしく。生追加。いきなりピッチ上げるな。俺はお前のチキンレースには付き合わんからな。あんま飲みすぎんなよ、イオ。もし意識を失ったら
目覚めた時俺が隣でけだるげにタバコ吸ってんぞ。北原さん、私シャックのバッグ、後で型番メールするから間違えないでね。日本にだって売ってるし、通販でも買えるから。なんでお前がここにいるんだよ。あ、私ウーロン茶おかわり、あとはトマトスライスと海藻サラダ、サラダはドレッシング抜きで。相変わらず人の話を聞かない子だよね。いいじゃないですか、今日はめでたい日なんですから。実はですね、私先月土壇場でようやく東亜テレビに内定決まったんですよ。マジ？キー局じゃないか。うん、マジみたい。内定通知10回くらい見せられたし。意外と粘るな。そろそろ脱ぐ頃だと思ってたんだけど。そもそもグラビアアイドルとかやってた人間をよく採用する気になったよね、テレビ局が。まあそこは普段からたゆまぬ努力の賜物と言いますか、可能な限り人脈と弱みは握っておくに限ると言いますか。その時の光景が目に浮かぶような。後でスキャンダルにならなきゃいいけど。スキャンダルも話題作りとして利用すればいいんです。どうせ最終目標は早めに退社してフリーになって女優やアーティストとしても活躍することなんだし。口ではこんなこと言ってるけど、彼女本当に死に物狂いで努力してたんだよ。ボイストレーニングも英会話ももちろん勉強も。信じがたいけどそうらしいな。だからな、大学で勉強ばっかしてた奴らは結局会社じゃ役に立たないんだよ。そうなのかな。大学生ってのはさ、遊ぶことによって社会と触れ合ってんだよ。バカやって人との付き合い方が分かってくんだよ。まあ確かに飯塚先輩は7年間バカしかやってこなかったですけど。で、そうやってると自然と社会人としてのスキルが磨かれてくんだって。研究に明け暮れてんなら大学に残った方がよっぽどいい。営業の視点だけ、それもたった半年かじっただけでそんな分かったようなこと言われてもね。いや基本どの仕事も同じだって。やっぱ会社に属する以上人とコミュニケーションが取れてなんぼってとこあるじゃん。けどさ、ハルキは勉強しまくってたけど十分役に立ってるみたいじゃん。こいつはおかしいんだよ、突然変異。ひどい言われようだな。おい、そもそもこんなネクラでオタクっぽいやつが大学一のアイドルとラブラブだって時点でなんかおかしいってことに気づけよ。卑怯だぞ竹谷、それ言われたら論破のしようがないじゃないか。おい、刹那が大学一ってのにはやっぱりまだ異議を唱えたい自分がいるんですけど。みんなやだな、恥ずかしいからやめてよ。別にアイドルとかそういうんじゃないよ、全然。しかもラブラブの方は照れないし。そういうのを恣意的報道というんだ。もうちょっと公平な視点で物を見ろ。使える社会人だって言うなら。もしかしてハルキ君照れてる？だから後ろから撃たないで刹那。にしてもさ、俺たちが飲み会の席で仕事の愚痴を言い合うなんてな。5年前からじゃ想像もできなかったよね。私は1年前でも想像してなかったよ。私正直まだちょっとついていけてません。そうか、そういうもんかな。ほら特に竹谷、
お前、妙に語るようになったよな。仕事とか会社とか社会とか。なんかダサい。ダサい人間嫌いかよ。去年まではチャラい人間嫌いだって言ってたくせによ。え？あ、ああ。私はその時その時の竹谷の性格が一番嫌いっていうか。ああ、そうですかそうですか。どうすりゃいいんでしょうかね、俺は。よせ、竹谷。違うよ、春樹。今の私が悪い。いいわ。私さ、実はちょっと嫉妬してるんだ、みんなに。お前、何を？だってさ、多分仕事に対して本気で不満持ってるの、この中じゃ私だけだって気がするもん。刹那は会社でもやっぱり看板背負ってる。春樹は最初から期待値が高くて、しかもそれに応えてる。竹谷だって大学時代からは信じられない高評価。友だって前途洋々な未来が開けてさ、なんか私だけ。水沢さん、私本当はこんなこと言うつもりなんか。嫌ならやめちまえ。別にお前の進む道が一つだなんて決めたやつはいねえだろ。なんだって？だから竹谷、自分から変えてやろうとかもしないくせに、与えられたことに不満持ってブチブチ。誰だよお前。そうだ、なんなら結婚退職しちゃうか。お前の相手になってやってもいいっていう水凶なやつも世界中でたった一人くらいならいるかも。黙れ。いや、私のこと竹谷にだけはとやかく言われたくない。世界中でたった一人、心底気に食わないやつからは。久々にやるか。望むところだね。春樹くん。北原さん、なんとかしてくださいよ、あの二人。すいません、店員さん。はい、お伺いします。飲み物メニューいただけますか？え？よーし、じゃあもう一軒行こうか。もう一軒、今度こそ完全決着つけてやるからな。ちょっと竹谷君、しっかりして。おっさん臭くなったな、飯塚さん。これでネクタイ頭に巻いてたら完璧。どこ行こっか、せつなちゃん。今度はもうちょっと静かに飲めるとこがいいかな。もう帰った方がいいって。タクシーで家まで送ってあげるから。何言ってんの、せっかくの週末じゃん。俺たちの夜はまだまだこれからだってか。私通りでタクシー捕まえてくるから、せつなはここでちょっと見てて。よし、そんじゃこうしよう。二次会はカラオケってことで、せつなちゃん一人で歌いたいだけ歌っていいからさ。そう。それじゃあ。何流されそうになってんのよ、せつな。いい加減私だけ呼び捨てはやめてよ。ごめん。何が？見苦しいとこ見せちゃって。潰れてないだけマシだ、あのバーカみたいに。
最近あいつとは結構あんな風になっちゃうんだよね。だからなるべく二人では会わないようにしてるんだけど。でもあいつは会いたがってるんだろう。それも原因の一つなんじゃないのか。正直戸惑ってるんだよ。だってあいつ変わっちゃったんだもん。誰のために変わったのか本当は分かってるよな。誰のためかなんて知らないけど、誰のせいかってのは知ってる。ハルキのせいだよ。せいって。ハルキがさ、自分の3年越しの思いを、そしてセツナの3年越しの思いを実らせちゃったから。ちゃったって。だからさ、なんか変な影響を受けちゃったみたいなんだよね。それって俺が悪いっていうのか。ううん、悪くない。むしろ私だってとっても嬉しかった。ずっとセツナのそばであの子の涙見てきたからね、うん、けどさ、まさかこんな風にタケヤが私たちのケースに当てはめようとするなんて思いもしなかったんだよね。あのさ、私たちがハルキと知り合う前に私があいつに何したか知ってる？ああ、親友だから。そっか。なら私がためらうのも少しはわかるよね、うん、あんたならわかるよね。刹那のことを3年も避け続けたあんたなら。タケヤのこと嫌いか？嫌いな奴と10年一緒にいるほど私は自分の人生を捨ててない。そうか。ねえ、ハルキくん。なんだ？あのさ、こっち多数決でカラオケって流れになってるんだけど、そっちの2票はどうかな？ああ、だってよ。勝手にしろ。了解。今からお店押さえてきます。行くのは構わないけどさ、せめてセツナが5曲入れる間に1曲くらいは歌わせてよ。デュエットしようよ、デュエット。あとコーラス入れてくれてもいいし。自分が遠慮するという選択肢はないのね。ねえ、ハルキ。うん。あんたはこれからどうするの？刹那とのことどうするつもり？今さらそんなこと聞くのかよ。きっとあんたらがもう一つ先に進んだら、決定的な結論を出したらさ、タケヤは今よりもっと決意を固めると思うんだ。そしたらさ、私の方もそろそろ腹くくらなくちゃ。え？ねえ、ハルキ。あんたはいつ決心するの？あれから2年だよね。もう完全に独り立ちできてるよね。刹那、待ってるよね。いいよ、俺は。クリスマスにヨーロッパか。いいよね、あんたたちはロマンチックで。私アルミ誘われてんだよ。定番すぎない？それはやばかったな。出張がなければ俺たちもアルミだった。
勘弁してよあんたたち。しょうがないだろ、あいつ俺のそっち方面の師匠でもあるんだから。インタビューだって25日の10時から先方からこちらのホテルに来てくれるって。そういうのはしないって言っただろ、授賞式とか最低限にとどめてくれって何度も。昔なじみで世話になってる人なのよ。しかも向こうのスタッフも偶然現地入りしてるって。そんな状況だったから断りづらくって。そんなの私は知らないね。なんてわがままな。母さんにそんなこと言われるとは思わなかった。クリスマスミサ行くわよ、夜行列車でとか今日になっていきなり言い出す人に。前々から約束してたじゃない、今年こそは一緒にバカンス行こうって。ミサなんてどこでもやってる、なんでわざわざストラスブールなんだよ。まあ騙されたと思って一度街を歩いてみなさい、価値観変わるから。冷凍みかん食べる？どこで買ったんだよそんなの。ところで今度は何？そろそろ来年のツアー計画発表したいんだけど。いい加減サインしてくれないかな。もう会場を抑える期限に来てるんだけど。なんであんなところに行くんだ？あんなところとはご挨拶ね、私たちの生まれ故郷に対して。ちゃんとしっかりした理由はあるわよ。今年でヨーロッパも一通り回ったし、そろそろ新しい地域に進出しようと考えてたの。だからって日本に決める理由はないだろ。アメリカなんかどうかな。今のあなたは日本で高いのよ、それも劇的に高いって。ジェバンに国際要員が聞いたわね。あなた今日本でアイドル扱いされてるらしいわよ。なんだよそれ、勘弁してくれ。おかげで来日公演の提示額がいきなり倍に跳ね上がるし、今日本に行かない手はないのよ。この銭逃げ場ピアニスト。経営者ですから。そろそろいいじゃない、もう5年も経ってるのよ。突然わけわかんないこと言わないで、ただめんどくさいだけだ。別に行きたくないなんて。私だってね、死ぬ時は生まれ故郷でって思ってるの。あと100年は大丈夫だよあんたなら。その時にね、娘に絶対に帰らないって言い張られて、見取られずに行くのは嫌だもの。あんたの方が長生きするって言ってるだろ。バカンスから帰るときにもう一度返事して。それでもダメなら諦めるから。3年も日本に置き去りにしたり、突然ヨーロッパに来ないかって言ったり、今度はいきなり帰ろうって。勝手だね。今頃気づいたの？カズさ、あなた何年私の娘やってるのよ。もういい。こっちは今駅に着いたところ。そっか、こっちは今連絡バス待ち。今から乗り継ぎだから私の方が遅くなるかな。パリがもうすごい雪でさ、今日中に着かないかと思ったよ。こっちも空港到着が3時間も遅れちゃって、もう一緒に街を歩きたかったのにな。予定なら日が沈む前には合流できてたのにな。空港にだって迎えに行くはずだったのに。2人
二人でいられる時間減っちゃったね。ごめん、まさか明日も仕事を入れられるとは。ああ、そっちは仕方ないよ、もともと仕事の出張なんだもん。私が残念なのはあくまで今日のこと。にしてもさ、だいたい新人をこき使いすぎなんだよ、あの会社は。それだけ期待されてるってことだよ。というか多分新人だと見られてないんだと思う。それはあるかもね。だってバイト時代を含めるともう3年でしょ。でもな、それとこれとは。いいんだよ、私が無理言って合流しちゃうだけなんだから。だって約束だろ、絶対に1週間以上離れたりしないって。うん、約束。なのに1週間の海外出張なんてさ。さっきも言ったでしょ、お仕事なんだから仕方ないって。それに、約束は絶対に破られたりしないよ。だから私はここまで来たの、ハルキ君を追いかけて。刹那なんてね。実は昔から行ってみたかったの、ストラスブールのクリスマスミサ。もう、ハルキ君の出張先がフランスって聞いた時から私も行きたくてうずうずしちゃってて。だから上司の人には大感謝。しなくていいから、つけ上がるから。だからさ、空港に雪が積もってて着陸できずに旋回してる時はドキドキだったよ。間に合ってよかった。あ、間に合ってよかった。クリスマスミサにも1週間ルールにも。それに。それに後で話すよ。うん、あ、バス来ちゃった。それじゃあ後でね。多分あと1時間くらいで着くと思うから。あ、それじゃあこっちは先にホテルにチェックインしとく。うん、私も駅に着いたらまた電話するね。行き方わかるか。大丈夫だよ、ちゃんとフランス語とドイツ語の入った電子辞書持ってきたから。頑張れ。それじゃあ後でね。さてと。それで今どこなの？それがね、偶然ばったりエレーヌに会っちゃって。覚えてる？エレーヌ、去年バリキュアの。そんなことはどうでもいい、私は母さんが今どこにいるかと聞いてるんだ。だからね、聞いてよカズさん。ほら、水上バス降りたところまでは一緒だったでしょ。あの時に実は私たちの後ろの席に偶然彼女が。要するにあんたは偶然知り合いと再会したんで娘ほっぽり出して休校を温めてたと。まあそうとも言うわね。やっぱりミサまでホテルで寝てればよかった。あんたが市内観光になんか連れ出すから。しかもこんな雪の中。まだ2時間くらいあるし、仮眠くらいなら取れるでしょ。そういう問題じゃない、携帯切ってるし。どれだけ探したと思ってるんだ、寒いわ滑るわで散々だ。とにかくそういうことだから、こっちは合流するのにもう少し時間かかる。ついでにミサの時にエレーヌの紹介するわね。でどこで合流するって？ここからじゃホテルに戻るのも面倒だし、大聖堂の前で11時ってことで。ハチ公前よりも見つけにくい気がするんだけど。大丈夫よ、携帯もあるし。それじゃあ現地でね。ひとまずホテルに戻るか。あ、それじゃあこっちは先にホテルにチェックインしとく。日本語か。さてと。行き方わかるか。ん？頑張れ。え？ボザレウ？オーテルクールデュルボシルブプレ。
ござれう？あの車追いかけて！ねえ。ビッテフォルゲンディデンバーゲン。こっちに。ホテルクールここか。ボンソワ。ジュスイムシュ北原。ジェベゼラベポデュペヘハサン。マドマゼル。いや、アレスインオルナグ。ゼータバニッツアウス。サクマヘア。アレスインオルナグ。エスイストブリグリッヒ。アレスインオルナグ。ああ、ダスキッツニッツ。ショマヘア。シャオ、デアプサスイストアップケポーハン。ゾ、カマニッツディヒテクラウヘン。Ich stette dich. Wo ist denn dein Hotel? Oder wo ist Krankenhaus? Das wäre gleich in Daniel. Es geht schon. Hey, was hast du vor? So kann ich laufen. Lass das! Es ist schneit! Das ist Wahnsinn! Bei Fuß zu laufen! Danke. Sie haben mir sehr geholfen.Was ist, wenn der Knöchel verletzt ist? Komm! Haruki! Hamada-san...あれ？なんだよ、もう着いたのか、せつ。ハルキ。カズ、さ、偶然だな。
お前全然変わんないな。すぐに分かってる。なんとか言えよ。元気そうだな。まあな、楽しくやってるよ。そっか、よかったな。ああ。じゃあ、私ホテルに戻る途中だから。それじゃあ、元気で。カズ、トーマも。なんだよ、それ。え？お前、なんで裸足なんだよ。靴はどうしたんだよ。ああ。何やってんだよ、お前。雪積もってるってのに。さっきヒールが片方折れてさ、歩きにくかったから捨ててきた。捨ててきたって、おい。別に問題ないよ。安くはないけど、ありふれたブーツだったし。ブーツの話なんかしてないだろ。お前足が。雪を直に踏みしめるのも結構気持ちいいぞ。まあ後でぐちゃぐちゃになるのが難点だけど。カズさ。そんな足で本当に歩いて帰れるのかよ。大丈夫。ちょっと触るぞ。いきなり女の足にか。お前相変わらず厚かまし。足首も痛むのか。別に。くじいてるだろこれ。ヒール折ったって転んだんじゃないのか。別に。ここで強がる意味がどこにあるんだよ。お前こそ相変わらず意地っ張りじゃないか。捻挫かな、それとも骨折。
くじいただけだって。大丈夫。とりあえず怪我してることは認めるんだな。ああ、ちょっとここで待ってろ。タクシー呼んでくる。いいよ、ホテルまで歩いてすぐだけど。こんな近い距離でタクシーなんか呼んだら逆に運転手がかわいそうだ。他人を巻き込んでまで余計なおせっかいしようとするな。じゃあ今度こそ本当に戻るから。待てよ。お前何を。おぶされ。ごめんだ。ホテルまでだ。嫌でも我慢しろ。歩いてすぐなんだろ。いいのか。何が。お前無理してないか。知るか。そうか。行くぞ。うん。なあ。ん？北原ってなくていいか。勝手にしろ、カズさ。ハルキ。うん、それで今もその人のホテル。そっか、大変だったね。ごめん、本当に迎えに行けなくて。ううん、そんなこといいよ。それよりもその人大丈夫なの。うん、大丈夫。骨には異常ないみたいで、ゆっくりなら歩けるっぽい。よかった。せっかくこんな綺麗な街に来たのにホテルから出られないんじゃかわいそうだもんね。ハルキ君？ああ、それで悪いんだけど、その人の連れの人が帰ってくるまで。うん、大丈夫。ホテルならわかるし、大聖堂も。すっごいよね。街中のどこからでも見えるもん。ミサには間に合わないかもしれないけど、後で必ず合流するから。ごめん。だから謝らなくていいんだよ。だって海外旅行中でも人の面倒を見ちゃうなんて、とってもハルキ君らしいじゃない。ごめん。それじゃあね、今からチェックインしてくるから。うん、ごめん。刹那。何よ、エレーヌと一緒にずっと待ってたのに。しょうがないだろ、足痛めたんだから。だったら怪我した時にどうしてすぐ連絡しないの。救急車でもヘリでも何でも呼んだのに。そうやってすぐ大げさにするからだ。それにしても。とにかくそういうわけでミサには行けなくなった。連れの人にも謝っておいて。戻ろうか、そっちに。いらない、母さんがいたって意味がない。母親に向かってよくもまあ。確かに役に立たないことは保証するけど。じゃあそろそろ切るから。でもせっかくのイブにホテルで一人寝だと気がめいってこない。別に。ほんと我が娘ながらストイックな子。それでよくもまああんな色ぼけたピアノが弾けるわね。そんなの単なる遺伝だ。でも私の血が濃かったらここまで執念深い女になったりは。
じゃあ私の分まで楽しんできて。それとミサの最中に電話してこないこと、マナー違反だからな。執念深くて悪かったな。救急箱を借りてきたから。別にそこまでしなくてもいいって言ったのに。入ったらまずいかな。ハルキだってミサに出るつもりだったんだろ。そろそろ行かないと間に合わないんじゃ。けど消毒と湿布しないと。入ったらダメか。ほら、悪いな。なんで謝るんだよ。余計なおせっかいを焼く方が。余計だからじゃないのか。早く入る、寒い。ああ、とりあえずその別に変な意味じゃなくて、治療をするために絶対必要なことだからあえて言わせてもらうけど。持って回った言い方しなくていい。要点だけ話せ。ストッキング脱いでくれ。分かったよ、変だ。言うと思ってたから焦ったりしないぞ。俺の目の前で脱ぐな、バカ。あっ、少し我慢しろ。凍傷になりかけてんだから温めないと。熱い、痛い、傷にしみる。こんなことやってられるか。わがまま言うなよ。わがままなんかであるもんか。ハルキだって同じ目に遭ってみればわかる。俺はそもそも裸足で雪の中を歩いたりしない。この冷血感。もともと血が冷たかったら凍傷にもならないかもな。ほら、拭くぞ。足首の方はどうだ。何の問題もない。ここ押しても別に。という前に息を飲むな。平気だ。じゃあこっちは。全然平気じゃないだろう。ハルキが強く押すからだ。そうしないと症状がつかめないだろう。やっぱ湿布して包帯で固定しないとな。そんなことしたら明日以降も外出できない。バカンスが台無しだ。諦めろ、自業自得だ。悪かったな。とりあえず先に傷口の消毒するぞ。その後湿布と包帯。たく、なんてめんどくさい。擦り傷と打ち身と霜焼けを一気にこさえるからだ。ほら、足こっち向けて。染みできるか。するんだ。なあ、そういえばさ。ん？何でもない。次湿布貼るぞ。
よし、こっちも終わり。まだ冷たいか？やっぱお湯で温めた方が。もう無理だろ。うん。もういいよ、あとは自分でやるから。カズさん、じっともありがたくなかったけど、それでも形式的に感謝だけはしといてやるよ。ありがとな。その言葉を素直に喜べる奴がいたら俺とは友達になれそうにないんだけど。冗談だよ。お前もミサ目当てに今日ここに来たんだろ。今ならまだ間に合うぞ。けどお前もミサ。さすがにこの足じゃな。今夜くらいはおとなしくしとくよ。じゃあな、ハルキ。メリークリスマス。バカかお前。誰のためだと。頼んでない。ほら足出せ。あ、冷て。どうだ。なんかしびれてきた。それって感覚戻ってきたってことか。うん、かも。うん、痛かったら言えよ。ちょっとくすぐったい。そっちは我慢しろ。どうだ？うん、ちょっとは動かせるようになった。じゃあ次、左な。うん。だから熱いって。でもまあさっきよりは平気だ。何しろ手の方が冷え切ってるからな今度は。そっか。そうだよ、ほら左足。うん。こっち終わったらお湯変えてもう一度な。
なあ。ん？バカンスか。お前は？仕事。俺、今年から出版社に就職したんだ。社会人なのか。あの春樹が。遅ればせながらな。そっか。大学も卒業したんだ。もう5年だから。5年。なんだな。うん。それでさ。誰と来てるんだ。なんでそう思う？私が一人じゃないって。だってツインルームだろここ。それに荷物だって。聞きたいのか、私の連れのこと。私の相手の男のこと、そんなに聞きたいのか。嘘だ。陽子だよ。昨日いきなり連れ出されたんだ。急にストラスブールのミサに行きたいとか言い出して。あ、そっか。そうなんだ。お前も。誰かと一緒なんだろ。電話してたもんな。仕事関係の人か。プライベートか。刹那。一緒に来てるんだ、刹那と。フランスまで一緒に。まあな。いつなんだ、お前たち。そのうちに向こうがオッケーしてくれたらだけど。よかったな。本当によかった。お前にはもったいなさすぎる相手じゃないか。そう思う。俺も本当に本当にいい子だもんな、刹那。お前の私のしたことを許すなんて。ああ、世界中探してもあんな素敵な恋人はいないぞ。可愛くて優しくて心が綺麗で一途で。わかってるよ。
めでと。うん。うん。そっか。そっか。お幸せに、な。なんて、言うまでもないことだけどさ。カズサも、おめでとう。すごいじゃないか、ジェバンニコンクール。全然。だって4位だぞ。でも、クラシックファンでなくても、誰でも知ってる有名なコンクールで入賞だ。もう日本人の全員が、お前の名前を覚えたぞ。なんだよ、それ。いつの間にそんなことになってんだよ。発表があった日は、お前のことを取り上げないニュースはなかった。あのインタビュー、テレビで10回くらい見たぞ。勘弁してくれ。なんで日本人はそんな妙な反応するんだ。これでよし。立てるか。なんとか。痛くないか。きつくないか。うん、どっちも平気。それじゃあ俺そろそろ。陽子さんによろしくな。言っとく。お大事にな。聞いても意味ないんだけどな。ただ旅先で偶然会っただけなんだし、それに刹那と一緒なんだもんな。カズさん、別に何でもない。たださ、久しぶりに日本の知り合いに会ったからちょっと懐かしくなっちゃっただけでさ。明日のこと聞いてないのか。明日？そっか。じゃあまた明日な。え？